はい、どうもこんにちは、リクです。本日は今大流行中のカニタンクについて。カニさんマジで強い。シャプマはもちろん、カニ効果でスプラマニューバーの評価も上がっています。この動画を見てカニタンクの強みやコツを理解することでより勝てるようになります。ぜひ最後まで見てください。カニタンク一つ目の強みは射程。カニは射程が長く、後衛にかなり圧力をかけることができます。後衛に接近できなくても圧をかける選択肢が持てることは非常に強力です。2つ目は対面の強さ。正面からの打ち合いであればほとんど負けません。後ろを取られない、かつこちらの見通しがいいポジションで発動できれば大きく勝利に貢献できます。3つ目はいつ使っても強いこと。カニタンクは打開、抑え、均衡状態、いつ使ってもめちゃめちゃ強いスペシャルです。本作のスペシャルは防衛や打開でやや使いにくいものが多い中で、いつ使っても十二分に力を発揮できることも大きな強みです。大流行中のカニタンク、皆さんもぜひ使ってみてください。それではここからは実践をもとに解説をしていきます。はい、じゃあ5人から使っていきましょう。あ、全然シャープマーだ。シャープマー使っていきましょう。さあ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 、今回はやっぱね、アサリでもねカニタンクめちゃめちゃ強いんで、あ、ちょ5人は無理です、正面からやるのは。オッケー、クイボが強い。ここはちょっとね、アシストしつつ、ナイスナイスナイス。あカニさん欲しい。オッケー、二枚やって。でもここのナイス弾は大丈夫。ナイスワイパーズ。ここのカニさん強すぎない？あーごめん、あーごめん、シールド、シールドか、アーマーかな。ちょっと抑えの時間長くしたいね。まあまあまあ、1枚1枚1枚。 OKOK、 ドリンク飲んでるからこれ OK。 痛い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 。ナイスナイスナイス。はい、クイボ強い。今回カニさん食べたい。はい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 、ナイスー。カニさん強い。オナーがその後の相性もいいし。あ、ああ、はい、じゃあもうカニタンク使っていきましょう。いや、もう1試合目もねめちゃめちゃカニタンクのバリュー出てたから、引き続き頑張っていきたい。さあさあさあ、うん、来てるんだ、来てるんじゃない、来てないか。危ない危ない危ない、やばい、これが知らない。
あーごめん、オッケー。あーごめん、エイムがバッター、ソーリー、ナイス。ナイスナイス、そのキルでかすぎ。ちょ、アサリ作っちゃおうか。死ぬ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 、危ない危ない。じゃあ、ブルシャはやばい。バリア吐かして、オッケー。あーごめん、まあ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 、ここまでかなりいいんじゃない。カニさんのバリエも出てるし、いいね。アサリなかった。それでは今回はここまで。動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。